第12章ピラト裁判は創作だった。ローマ人向けに書かれたピラト裁判。イエスがゲッセマネの園に身を隠し祈っていると、神殿の祭司長や長老たちがイエスを捕まえるために派遣した荒くれ者集団が剣や松明、棍棒を手にしてやってくる。群衆の到来は予想外だったわけではない。イエスは弟子たちに連中が自分を捕まえに来るだろうと警告していた。彼らがゲッセマネの暗闇の中でイエスが命じた通りに剣で武装して隠れていたのはそのためである。彼らは挑戦を受けて立つつもりでいる。だが追っ手たちはどこを探せばいいかちゃんと知っている。十二使徒の一人で彼らの居場所を知っていて、イエスを簡単に確認できるイスカリオテのユダから連中は情報を知らされていたのである。それでもイエスとその弟子たちはあっさり捕まらない。弟子たちの一人が剣を抜き、小乱闘があって、その結果大祭司の雇い人の一人が負傷する。しかし抵抗は虚しく、弟子たちは自分たちの死を見捨てて闇の中に逃げ出さざるを得なくなり、イエスは捕まって縄をかけられ、市中の告発者たちのところへ引っ張られていく。彼らはイエスを大祭司カイワファ邸の中庭に連行する。そこには祭司長、律法学者、長老たち、最高法院、サンヘドリンの全員が集まっている。その席で彼らはイエスが神殿に与えた脅威について、私は人間の手で作ったこの神殿を打ち壊し、3日あれば手で作らない別の神殿を建ててみせるというのを私たちは聞いていると、イエス自身の言葉を使って尋問する。これは重大な告発である。神殿はユダヤ人にとって市民生活、宗教行事の中心となる機関である。ユダヤ人の信仰の唯一の拠り所であり、ローマのユダヤ支配の最大のシンボルでもある。祭司やローマ政府当局は神殿に対するどんなささやかな脅威に対してもすぐに目をつり上げる。数年前、一途なラビセフォリウスの息子ユダとマルガリウスの息子マッテアの2人が彼らの計画に共鳴する学生たちと一緒に、ヘロデ大王が神殿の正門の上に設置した金の和紙像を撤去しようとした時、この2人のラビと40人ほどの学生は一斉に拘束され、生きたまま火炙りにされた。だがイエスは自分に浴びせられた非難に答弁するのを拒否する。おそらく答弁するべきことがなかったためかもしれない。なんといってもイエスはエルサレムの神殿に堂々と何度も脅威を与え、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない、マルコ13章2節と断言しているのだから。彼がエルサレムにいたのはわずか数日だったが、その間にすでに神殿での商いを乱暴に中断させ、異邦人の庭で騒動を起こしていた。彼は無償で治療や悪魔払いをしてやり、神殿が要求する高価な生贄を捧げなくてもいいようにしてやった。3年間にわたって神殿の祭司階級に対して怒りをぶつけ、彼らの権威と権力の行使を脅かした。彼は律法学者や長老たちをマムシの子らと軽蔑し、神の国はこうした全祭司階級を一掃することになると約束した。彼の宣教活動そのものが現体制の破壊と、今彼を裁こうとする目の前に立つ人々すべての権力の剥奪を目的として始まっている。他に言うべきことがあるはずがない。朝になるとイエスは再び縄をかけられ、護衛付きでアントニア要塞のゴツゴツした石の胸壁を通ってポンティオ・ピラトの前に引っ張られていく。総督としてのピラトのエルサレムにおける最大の任務は皇帝の代理人としての秩序維持である。ユダヤ人貧農で日当たり労働者が総督の前に連行される唯一の理由は、
その男が秩序を危険にさらしたことがあったかどうかである。そうでなければ、事情聴取も尋問も抗弁も必要ない。歴史が明らかにしているところによれば、ピラトは裁判好きではなかった。エルサレム総督としての10年間の任期中に、彼はパピルスに羽ペンでさっと印をつけるだけで、何千人も十字架上に送った。よほど想像力をたくましくしなければ、彼がイエスと同じ部屋にいる光景や、ましてや裁判の機会を認めるなど考えられない。イエスがエルサレムの安定に与えた脅威があまりにも大きいため、ピラトの前で自分が犯したと言い立てられている罪に対して答弁する機会を与えられたごくわずかなユダヤ人の一人だったか、あるいはピラトの前での裁判と呼ばれているものは作り話であるか、どちらかだ。ひょっとしたら後者ではないかと推測する理由はある。それはこのシーンが間違いなく演劇の一場面のような雰囲気であるからだ。3年前ヨルダン川の岸辺で始まったイエスの宣教活動の旅の最後のひとときでのことだ。マルコの福音書によれば、ピラトの会見後のイエスの発言はたった一度だけで、十字架上でもだえ苦しみながら叫んだ。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、というものだけである。マルコ15章34節。だがマルコが述べるこの物語では、ピラトの面前でのイエスの裁判と十字架上の死の間に、とても信じられないような明らかに作り事と思われる出来事が起きていて、それがイエスの十字架刑に至るエピソード全体に疑問を投げかける。ピラトはイエスに尋問し、彼に何の罪もないことが分かったので、神殿での暴動の最中にローマ人警備兵を殺害した罪で捕らえられていたバラバという名の叛徒と一緒にユダヤ人に引き渡す。マルコによれば、杉越祭りの祝日の間にローマ人総督がユダヤ人が願い出る囚人を一人釈放する慣習があったという。ピラトが群衆に説教者でローマへの反逆者であるイエスと、民衆扇動者で殺人罪のバラバのどちらを釈放してほしいかと尋ねると、群衆は民衆扇動者を釈放し説教者を十字架につけろと要求する。ピラトは罪のないユダヤ人貧農を死刑にすることを考えると心が痛んだので、なぜかこの男は一体どんな悪事を働いたというのかと尋ねる。だが群衆はイエスの死を求め、十字架につけろ、十字架につけろとますます大きな声で叫ぶ。マルコ15章1から20節。このシーンは喜劇と言ってよいほど正史千番である。言うまでもなく、小福音書以外のところにローマ人総督が杉越の祭りのそのような役割を果たす習慣があったという歴史的証拠は一つもない。到底信じられないのはポンティオ・ピラトの人物の描き方である。彼はユダヤ人が大嫌いなことで有名で、ユダヤ人の祭儀や慣習を全く無視し、数多くの処刑命令書に上の空で署名する傾向があったため、今後はせめて一瞬なりともユダヤ人民衆扇動者の運命を思いやってもらいたいと、彼を相手取ってローマに公式に苦情が提出されたほどだったからだ。ではなぜマルコは同じユダヤ人の読者なら直ちに不正確だとわかるような明らかに作り話的な場面をでっち上げたのだろうか。答えは簡単だ。マルコはユダヤ人の読者向けにこれを書いたのではなかった。彼の読者は彼自身が住んでいたローマにいた。ナザレのイエスの生涯と死についての彼の叙述は、ユダヤ人の蜂起が鎮圧されエルサレムが破壊されてからわずか数ヶ月後に書かれたものである。エルサレム破壊後のイエス信仰の変化。ユダヤ人と同様、初期のキリスト教徒もユダヤ人の反乱とそのヨハによる精神的痛手を理解するのに葛藤を覚えた。
詳しく言えば、彼らはイエスの革命的なメッセージとイエスの王者にふさわしい人の子という自己認識を、彼らが待ち望んでいた神の国がとうとう実現されなかったという事実に照らして解釈しなければならなかったのである。ローマ帝国のあちこちに離散していた福音書記者たちにとって、ユダヤ人の独立運動から距離を置き、イエスの物語から急進主義や暴力、革命や一途な行動の片鱗をできるだけ消し去り、イエスの言葉と行為を自分たちが置かれた新たな政治環境に適合させようとしたのは極めて自然なことだった。それが比較的容易にできたのは、エルサレムのキリスト教徒共同体の多くの人がローマ政府とユダヤ人との戦争をメシアが約束した終末の歓迎すべき兆候と見て、この戦争に関与していなかったように見えたからである。3世紀の歴史家カイサリアのエウセビオス最初のキリスト教会史家によれば、エルサレムの大勢のキリスト教徒はヨルダン川の反対側に逃げ出したという。エルサレムの教会の人々は、その人々にはわかる啓示によって神から授けられた確かな権威ある言葉に従い、戦争が始まる前にこの都を出て、彼らがペラと呼んでいたペレアのある町に住むことを命じられたとエウセビオスは書いている。ほとんどどの記録を見ても、彼らが去った後の教会は紀元70年に破壊され、最初のキリスト教徒共同体のあらゆる痕跡は瓦礫と灰の山に埋まってしまったという。神殿が廃墟になり、このユダヤ人の宗教が世間から無視されるようになると、イエスをメシアとして信奉してきたユダヤ人は自然にある決断をするに至った。自分の親たちの宗教一派と関連を保ち、ローマ人の敵意の中でそれを共有し続けるか、キリスト教徒に対するローマの敵意が最高潮に達するのはもっとずっと後のことである。ユダヤ教徒は縁を切り、自分たちのメシアを熱烈なユダヤ人ナショナリストから、この世に王国を持たない平和的な慈善行為を行う説教師に変えるのか、どちらかである。初期のキリスト教徒を仕方なくそうした行動に向かわせたのは、ローマ人の復讐に対する恐怖だけではなかった。エルサレムを荒廃してしまってから、キリスト教はもはや数十万人のユダヤ人に囲まれた、ユダヤ人が主体の土地の小さなユダヤ教の一派ではなくなっていた。紀元70年以降、キリスト教宣教運動の中心はユダヤ人のいたエルサレムから古代ギリシャの影響を受けた地中海沿岸のローマ帝国領の町アレクサンドリア、コリント、エフェソス、ダマスカス、アンチオキア、ローマなどに移っていた。イエスの十字架刑の後の世代は、非ユダヤ人信奉者の数がユダヤ人信奉者を上回り、後者の影を薄くした。書福音書が書かれた1世紀の終わり頃までには、ローマ、とりわけローマの知識人エリートがキリスト教宣教の主要なターゲットになっていた。ピラト像の書き換え。こうした特定の読者に接触を広げるには、福音書記者の方にかなりの想像力が必要だった。それにはイエスの生涯からあらゆる革命的情熱の痕跡を抹消するだけではなく、イエスの死にローマ人は全く責任がなかったことにしなければならない。メシアを殺したのはユダヤ人だった。何としてもイエスを殺したかったが、その法的権限を持っていなかった大祭司カイアファにローマ人は心ならずも利用されたのだと。大祭司はローマ人総督ピラトを騙して悲劇的な誤信をさせた。哀れなピラトはイエスを救おうとあらゆる努力をしたのに、血に飢えたユダヤ人たちにイエスを卓刑にするよう引き渡さざるを得なくする。実際、紀元70年以降に書かれた福音書はどれも
このエルサレムの破壊から時が経てば経つほど、イエスの死に対するピラトの役割が超然としたよそよそしいものになってゆく。ユダヤ人の放棄からほぼ20年後にダマスカスで書かれたマタイによる福音書は、イエスの釈放に不信するポンティオ・ピラトの姿を描いている。マタイの描くピラトは、妻からあの正しい人に関係しないでくださいと警告を受けており、宗教的権威者がイエスをピラトに引き渡そうとするのは妬みのためであることに気づいていたので、彼はイエスの死にいかなる責任もない印として群衆の前で手を洗い、ユダヤ人に対し、この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だと告げる。マルコの話の書き直しであるマタイによる福音書では、ユダヤ人はピラトに、その血の責任は我々と子孫にあると答えて、皆、つまり民はこぞってこの日から終末の時に至るまでイエスの死の責任を彼ら自身が認めることになる。マタイ27章1から26節。マタイと同じ頃、ギリシャの都市アンティオキアで執筆していたルカは、ピラトがイエスの死に対して何の罪もないことを確認するばかりでなく、意外なことにヘロデ・アンティパスにも同じようにお目こぼしを与えている。ルカはマルコの話をそっくり写して、あなたたちはこの男を民衆を惑わす者として私のところに連れてきた、私はあなたたちの前で取り調べたが、訴えているような犯罪はこの男には何も見つからなかった、ヘロデとても同じであった、それで我々のもとに送り返してきたのだが、この男は死刑に当たるようなことは何もしていない。ルカ23章13から15節と、イエスに非難を浴びせかける祭司長や宗教指導者、群衆を厳しく咎めるピラトを描いている。ピラトはユダヤ人の血に飢えた行為を思いとどまらせようと3度も繰り返し説得した後、仕方なく彼らの要求を入れる決意をして、イエスを十字架にかけるために引き渡す。聖典とされている書福音書の最後に書かれたヨハネ福音書が、ピラトの無罪、すなわちユダヤ人の有罪という奇抜な着想を極端にまで推し進めているのは驚くに当たらない。紀元100年以後にエフェソスで書かれたヨハネによる福音書では、ピラトはこの哀れなユダヤ人貧農の命を救うために自分にできることは全て行う。それは彼がイエスを無罪と思っているからではなく、イエスが本当に神の子であると信じているようにも見えるためである。それにもかかわらず、イエスを釈放しようとしてユダヤ当局と虚しく争った後、彼は御しがたい群衆の要求に屈して仕方なくイエスを引き渡すのである。この冷酷な総督はいくつもの軍団の指揮者であり、普段なら定期的に兵士たちを街中に派遣して自分の決定したことに少しでも抵抗すれば容赦なくユダヤ人を惨殺させている。例えば彼がエルサレムの水道橋の補修費と称して神殿の在庫の金をくすねたとユダヤ人が抗議した時など、ピラトが彼を十字架につけるために引き渡す時、イエス自身は自分の死の責任の所在に関する全ての疑念を取り払う。私をあなたに引き渡した者の罪はもっと重いとイエスはピラトに言って、その責任をユダヤ人宗教権威者たちに全面的に押し付け、個人的にはピラトの全ての罪を許す。そして最後にヨハネは、全面的な放棄が今にも起こりそうなユダヤ民族国家に対して到底許しがたい侮辱的言葉を加える。というのも、一世紀のパレスチナのユダヤ人が口にしたとすれば最も忌まわしい、最も冒涜的な、紛れもない異端の言葉となる次のような言葉を彼ら自身が口にしたと言っているからである。ピラトに、
彼らの王をどうすべきかと尋ねられたユダヤ人たちは、私たちには皇帝のほかに王はありませんと答えるのである。ヨハネ19章1から16節。もちろんイエスがこのローマ人総督から簡単な事情聴取を受けていたと考えられないわけではない。ただし重ねて言うが、それは彼の罪の重さが特別な注目を引いた場合に限られる。イエスはどうしても単純な厄介者ではなかった。彼を王だと主張する熱烈な信奉者がぞろぞろくっついていて、エルサレムに挑発的な入場を果たしていたし、神殿で大っぴらに迷惑行為をし、彼を逮捕するためにかなり大勢がゲッセマネに隊を成して向かったのも、当局がナザレのイエスをユダヤの安定と秩序に重大な脅威であると見ていたことを示唆している。それほどの犯罪者ならピラトの注目に値するとみなされた可能性は高かったかもしれない。だがイエスが裁判を受けたとしても、それは簡単でおざなりのものだったであろう。その唯一の目的は彼を処刑するための罪の公的記録を作成することだったからである。それゆえピラトがイエスにする尋問は4つの福音書すべてに記載されている、お前がユダヤ人の王なのかだけである。最も入念に作られたイエスの死をめぐる物語。仮に福音書の物語がドラマであるとしたら、そして実際そうなのだが、イエスのピラトの尋問に対する答えは十字架刑というこの物語の山場を繰り広げるクライマックスの役割を果たすことになる。それまでの3年間に祭司ら神殿当局への攻撃、ローマの占領への非難、王としての権威の主張などイエスが言ったこと、やったことに対する代償を払わなければならない瞬間である。これらが皆イエスが予告していた通り、この審判の時を避けがたいものにした。その先には十字架と墓しかない。だがもしかするとイエスの短い生涯の中で学者たちにとってこれほど不明瞭で理解しにくい瞬間はないかもしれない。それはイエスの裁判と十字架刑の物語が依拠する伝承がいくつもあることに多少関係がある。マルコによる福音書は最初に書かれた福音書であるが、その前にイエスの初代の信奉者による口伝および記述の伝承をまとめたものがあったことを思い出してほしい。それらのまとめたものの一つはすでに紹介した、すなわち学者たちが旧資料と呼ぶマタイとルカの福音書に特有の資料だ。だがマルコによる福音書がイエスの死と復活を独占的に扱う以前に、他にも伝承をまとめたものが存在していたと信じるだけの理由がある。それらは受難物語と呼ばれるもので、最後の晩餐、イスカリオテのユダの裏切り、ゲッセマネでの逮捕、大祭司とピラトの登場、十字架刑と埋葬、3日後の復活など、初代のキリスト教徒がイエスの生涯の終わりに起こったと信じる一連の基本的な出来事を順序よく組み立てたものである。受難物語は出来事を順序に従って羅列してあるだけで、物語的な説明は実際には含まれておらず、もっぱら典礼を目的として設定されたものである。それは初期のキリスト教徒が典礼を通して、例えばイエスが弟子たちと分け合ったのと同じ食事を分け合い、彼がゲッセマネで祈ったのと同じ祈りを捧げるなど、メシアの最後の日々を追体験するための一つの手段であった。この受難物語に対するマルコの貢献は、これらの典礼化された一連の出来事をイエスの死にまつわるまとまった物語に変えたことである。マルコ版の改訂者であるマタイとルカは、自分たちなりに独自の殉職を施してそれぞれの福音書としてまとめ上げた。
ヨハネはこれらの教官福音書に見られる事柄に相当するイエスの最後の日々の細部についてほとんど何も述べていないところを見ると、彼の記述は全く別の受難物語に依拠していたのかもしれない。福音書の中で他の部分の全てを含めてイエスの逮捕、裁判、処刑の物語が書かれた理由は、彼が約束されたメシアだったことを証明するために他ならない。事実としての正確さの追求は筋違いで、重要なのはキリストの本質、人格、行為の神学的解釈であって歴史ではなかった。福音書記者たちは明らかにイエスの死が初期のキリスト教徒共同体に不可欠な要素であることを認識していた。するとイエスの死の物語は念入りに作り上げなければならない。イエスの死までをゆっくりと進行させて再度注意を集中させる必要があった。すると福音書記者の役割として、いくつかの細かい描写や殉職が必要になってくる。その結果、ナザレのイエスの物語の中で最終的な最も重要なエピソードも、また神学的な価値を高めるための誇張や全くの作り話で曖昧なものとなる。現代の読者がイエスの受難物語の中にできるだけ歴史的事実に近いものを自由に読み取るための唯一の手段は、イエスの最後の日々に宣教者たちのかけた神学的覆いを静かに取り外し、福音書から掘り起こせるできるだけ元のままの物語に立ち戻ることである。それにはイエスが十字架にかけられたという物語の最後の部分から出発するしかない。十字架とは何か。十字架刑は古代のペルシャ、インド、アッシリア、スキタイ、ローマ、ギリシャなどで広く行われていた処刑法である。この処罰についてはラビ資料にも数多くの記録がある。十字架刑が広く行われていた理由は、それが一番安上がりだったからだ。ほとんどどこでも一本の木があれば執行できた。しかも死刑執行人は囚人の死に手を貸さなくても数日続くこともある供文を与えられる。十字架刑の執行手順、犠牲者をどのように十字架にかけるかは執行者に完全に任された。頭を下にして逆さに貼り付けにすることもあった。陰部を突き刺されることもあり、目隠しされることもあった。真っ裸で貼り付けにされるのがほとんどだった。ローマでは告示犯処罰の一形態として十字架刑が慣例になり、その執行法が統一され、特に手足を十文字に貼り付けるのが普通になった。ローマ帝国では十字架刑があまりにもありふれたものになったので、キケロはそれを疫病と呼んだ。市民の間では十字架、クルスという言葉がくたばれという意味に近い庶民的な、とりわけ卑猥な嘲笑を表す俗語になった。だが十字架刑は死刑の一種と考えるのは正しくない。なぜなら多くの場合、犠牲者は最初に処刑されて、それから十字架に貼り付けにされていたからである。十字架刑の目的は犯罪者を殺すことよりも国家に反抗しそうな人々への見せしめだった。それゆえ十字架刑はいつも街角、劇場、丘の上、高台など一般の人々がそのおぞましい光景の目撃証人にならざるを得ない公共の場所で行われた。犯罪者は死んだ後も長い間放置されるのが常で、十字架刑を受けた者が埋葬されることはほとんどなかった。十字架刑の純粋な目的は犠牲者に屈辱を与え、目撃者をぎょっとさせることだったから、死体は貼り付けの場にそのままにされ、鳥や犬などの餌、自食にされるのが常だった。すると骨だけがその場に残る。イエスが宅刑に処せられた場所が骸骨の丘、
ゴルゴダの丘と呼ばれるのもそのためである。簡単に言えば十字架刑はローマでは極刑以上のもので、帝国に歯向かう者はどうなるかを一般大衆に思い知らせる措置であった。十字架刑が反逆罪、暴動、反乱の扇動、革命放棄など最高に重い政治的犯罪にのみ適用されていたのはそのためである。実態からあまりにかけ離れた裁判物語。ナザレのイエスがローマ人によって十字架にかけられたこと以外何も知らないとしても、彼がどんな人間で何をしたために最後に十字架にかけられたのかを示すのに必要なことは全て実際的見地から知ることができる。ローマ人の目から見ればイエスの罪は明白である。イエスの頭上にはナザレのイエス、ユダヤ人の王と一目でわかるように記された板がつけられた。彼の罪はイエスが王かと思われるような野心を臆面もなく表に出したことだった。福音書はどれもイエスが他のレスティスたちと並んで十字架にかけられたと書いているが、レスティスとはすなわち彼のような政治犯を意味することは先に述べた。ルカはレスティスという言葉を使いかねて、ただの犯罪人、カコウルゴイとしている。だがルカもイエスがメシアで反乱扇動罪でローマ帝国に処刑されたというより基本的な事実は外すまいとしている。ナザレのイエスの最後の数日に起こったことは皆このたった一つの動かしがたい事実を通して解釈されなければならない。するとピラトの芝居がかった裁判は単なる創作と片付けることができる。仮にイエスがピラトの前に実際に現れたとしても、ごく短時間でピラトの記憶にもほとんど残らないくらいであったであろう。イエスの顔を覚えておこうと業務日誌からわざわざ目を上げようとはしなかっただろうし、ましてや真実の意味についてくだくだしい会話を交わしたとは思われない。お前はユダヤ人の王なのかと一つだけ質問した可能性はある。その答えをピラトは業務日誌に記録はしたかもしれない。そしてイエスをその他大勢のゴルゴダの丘の死刑囚の一人として追い払ったのではないかと考えられる。それに先立つ最高法院サンヘドリンでの裁判もイエスの受難という観点から再検証しなければならない。小福音書で述べられているような裁判の物語は矛盾だらけで一貫性がないが、全体的な筋書きは次のようなものである。イエスは杉越の祭りの前夜の安息日の夜に逮捕され、暗闇の中を大祭司邸の中庭に連行される。そこには最高法院のメンバーが待ち構えている。直ちに証人の一団が現れ、イエスはエルサレム神殿に脅威を与えたと証言するが、イエスはそれらの告発への答弁を拒否する。すると大祭司が直祭にお前はメシアかと尋ねるが、イエスの答えは4つの福音書で微妙に違っている。一つだけ共通なのは、彼自身が自分は人の子であると宣言したことだ。この宣言が大祭司を憤怒させ、即座にイエスを冒涜罪で告発する。刑罰は死刑である。翌朝最高法院はイエスを十字架にかけるためにピラトに引き渡す。この場面の問題点は数えきれないほどある。最高法院でのこの裁判はユダヤ法の法的手続き上の必要条件のほとんどすべてに違反している。公伝立法の集大成であるミシュナによれば、この点については厳格な決まりがある。高等法院を夜に開くことは認めない。杉越の祭りや安息日の開催は禁じる。マタイとマルコが書いているような大祭司邸の中庭で気楽に開催されることは絶対にない。
証人の出廷前にまず被告人が無罪であるという理由の詳細なリストを読み上げるなど、書福音書もまた紀元30年代に書かれたものではないことを思い出せば、ミシュナにあるラビが決めた裁判規則はイエスが裁判を受けた紀元30年代には適用されていなかったという議論は通用しないことがわかる。最高法院でのイエスの裁判物語の場面描写の社会的、宗教的、政治的背景は紀元70年以降のラビ主導のユダヤ教ミシュナの時代のものが用いられている。少なくともこれらの目に余る不正確さは福音書記者たちがユダヤ法と最高法院の慣習についてほとんど無知であったことを露呈している。この点だけをもってしても大祭司カイアファの前での裁判の史実性を疑問視すべきである。だがたとえ上記のような違反すべてを多めに見るとしても、最高法院の裁判物語も厄介な問題を抱えている。最たるものはその評決である。仮に大祭司が実際にイエスに彼がメシアであろうとする野望を抱いているかどうか尋問し、イエスが冒涜に当たるような返事をしたとしたら、律法の定める刑罰はこの上なく明快である。神を冒涜する者は誰でも共同体全体が彼を石で打ち殺す。レビ記24章16節。事実イエスを人の子だと言ったステファノはこの石打ち刑に処せられている。使徒言行録7章1から60節。ステファノは自分の罪の弁明のためにローマ政府当局に引き渡されたりせず、その場で石打ちの刑に処せられている。ローマ帝国の絶対的支配権の下ではユダヤ人は犯罪人を処刑する権限がなかったというのは事実だったかもしれない。だがステファノの殺害を止めてはいなかった。いずれにせよイエスは冒涜罪によってユダヤ人から石打ちによる死刑に処せられるのではなく、民衆扇動罪でローマ人によって十字架にかけられているという冒頭で述べた基本的事実から目をそらすことはできない。ピラトの前で行われたイエスの裁判物語に一辺の真実があるかもしれないように、最高法院の裁判物語にも一辺の真実がある可能性がある。ユダヤ当局がイエスを逮捕したのは、彼らがイエスを彼らの神殿支配に与えた脅威と、彼らがローマ政府と協定して治安維持の責任を取ることになっていたエルサレムの社会秩序を危険にさらした張本人と見ていたためだった。ユダヤ当局には規則上死刑についての司法権がなかったため、民衆を扇動する教えについてローマ人による尋問に答えさせるために彼らはイエスを引き渡した。ローマ人総督ピラトと大祭司カイアファの間に個人的関係があったため、この引き渡しが容易にできたのかもしれないが、ローマ政府当局がユダヤ人の厄介者を一人処刑するのに確信の持てる証拠などはほとんど必要としていなかったことは間違いない。ピラトはイエスを社会秩序に脅威を与えた者すべてと同様に扱い、達刑を決めた。裁判は開かれなかった。その必要もなかった。何しろ杉越の祭りの時期にはエルサレムには緊張が高まるのが常だった。町は巡礼者で鉢切れそうに混み合っていた。トラブルの兆しには何であれ直ちに対処しなければならない。イエスが他の人と違おうが違うまいが揉め事の種であることには変わりがなかった。ピラトが業務日誌にイエスの罪状を記録すれば、当人はアントニア要塞を出て中庭に連行され、そこで裸にされて支柱にくくりつけられて残酷に鞭打たれる。達刑を宣告された者には皆そうするのが慣習だった。それからローマ兵が
首の後ろにクロス針を置き、それに両腕を後ろに回すように持たせかけた。これもまた慣習だった。ユダヤ人の首から染料の首輝を外すと約束していたメシア自身が、畜殺場に惹かれてゆく動物のように首輝につながれることになる。十字架刑が皆このようだったとすれば、イエスは城壁外にある丘の上まで十字架を担いで行かされたはずである。それはそのまま死の門に向かう道で、おそらく彼が数日前正義に基づく王としてこの町に入ってきたのと同じ道だった。神聖な祝祭がある時、エルサレムに入城する巡礼者は皆この道を通るので、否応なしに彼の苦難にあえぐ姿の目撃証人にさせられ、ローマの支配に歯向かった者はどうなるかを思い知らされる。十字架の針が足場に取り付けられ、イエスの両手首とかかとが十字架の形に合わせた3箇所で大きな釘によって打ち付けられる。それを持ち上げ十字架を垂直に立てる。死に至るまでそれほど時間はかからないはずだ。数時間でイエスの肺は機能不全になり、その結果呼吸困難に陥る。こうして数多くの十字架以外何物もない裸の丘を、死んでゆく多くの犯罪者たちの苦悩の叫びやうめき声が覆い、陰気臭いカラスの群れが息の根が止まるのを待ちながらしつこく旋回する中で、ナザレのイエスとして知られたメシアも、彼の前後に登場した他のメシアすべてと同じように不名誉な最後を遂げたのであろう。イエスが他のメシアたちと違っていたのは、彼が忘れることのできない人物だったことである。